イギリスのウェリントン公爵の紋章。歴代ウェリントン公爵は、ビトーリア公爵でもあった。ビトーリア公爵、または、英語読みで、ビクトリア公爵は、ウェリントン公爵が有するポルトガル公爵位。ビトーリア公爵の爵位は、ポルトガルの摂政大使ジョア案によって1812年12月18日に、初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーを称えて創設された。 アーサー・ウェルズリーは、半島戦争において、総司令官として、軍を率い、フランス皇帝ナポレオン一世に勝利した。アーサー・ウェルズリーは1811年10月18日に、ピメーロ伯爵に、1812年8月に、トレス・ベドラス皇爵に除されたが、ビトーリア皇爵に除されたことでいずれも、付属爵位となった。彼は1814年に連合王国貴族の、 ウェリントン公爵に除され、他には、スペイン、オランダの公爵にも除された。1910年に、ポルトガル王国が消滅するとともに、ポルトガルの貴族の爵位も廃止された。爵位の法廷推定相続人は旧大公の長男であるアーサー・ジェラルド・ウェルズリーで、その推定相続人はその長男である、アーサー・ダーシー・ウェルズリー。ありがとうございます。